皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。YouTube、もともとこれ YouTube なんだね。これも YouTube。佐藤宇三郎さんの、はい、生をお届けする YouTube、今日はですね、特別ゲスト、特別ゲスト、長野理央さんが、たまたまいらっしゃったので、はい、今日はちょっとこの特別な3人組の組み合わせで、何の打ち合わせもなくですね、はい、話を、はい、ちょっとできたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。3人といえばですね、このメンバーとトルコ、イスラエルも一緒に、ああそうです、マサドのマサダです、はい、マサダか、マサダも行きました、行きましたね。あれイスラエル、あれ結婚式の時一緒だったよね。そうです、10年前の、ガリラヤッコの、あれ行ったの1回だけ、長さん僕と。そうです、1回だけ。大変なんか見てるよね。イスラエルは僕も6回。いやいや、一緒にイスラエルなんか行ってる。いやいや、1回だけ。ごめん、俺全部忘れちゃうんだよ。ね、あれ2回行ってない？行ってないんだ僕と。一緒には1回しか行ってない。もう6回行ってんの、あだ。あ、僕はもう6回。僕はまだ4。あ、1人で行くことがないのかな、はい、4回ぐらい。最近宇三郎さんがですね、はい、4ヶ月近く、3ヶ月半ですね、はい、チェンマイに引きこもって瞑想三昧の日々を送る。だって健康でだよ、健康で3ヶ月半チェンマイに行ったことないからね。俺もう瞑想が、はい、瞑想良かったよ。でもってしまって、そこで再びやっぱり、はい、受け取るメッセージが、はい、増えてきまして、その中で、チャンバラっていうのがですね、はい、一つ行ったことあるの？シャンバラですか、うん、シャンバラはないです。まだない。いや、僕も行った気はしてるけど、行ったことはないんですよ。ええ、どれがシャンバラだか正直言うと分からない。分かんない。いろんな世界には行ってるけど、その世界がシャンバラって呼ばれる世界なのかどうなのかって、人によって価値観が違ってきちゃう。それは検証しましょう、じゃあ。そうですね。ね、宇三郎さんはやっぱり受け取る、はい、進化のような巫女のような、何なんだろうこれは。メッセージをやっぱりね、とかそういう情報を受け取るけど、それがじゃあ何なのかってことは分からない。自分自身ではなかなか判断はできないっていうところ で、うん、で一方の長野理央さんは、はい、もう幼少期の頃から見えないものが見えてっていうところで、14歳の時に判断してくれるんだ。高野山の方からスカウトが来て、はい、14歳から高野山の方で、裏のちょっと方 の、 その能力者たちの高野山の集いの中でですね、修行を重ねて、ある意味そこから神道にも途中から、はい、行くんですが、役割としてはサニワ。サニワなの？サニワです。それは嬉しい。俺サニワっていうのは、大昔 の、 そういう祭祀とか神事の中で、はい、巫女、日本だったら神道であれば巫女さんに降りてきた情報とか存在をどんなものなのかっていうのを、調査の中で。ちょっと待って、ここでこれ検証するわけ？今一応せっかくこれ調査久しぶりなんです。そうですね、ちゃんとほら忙しい人だから口聞いてくんないんだもん。いやいや、そんなことないです絶対ないですやっぱりこうやってね、面と向かって顔見るの何年ぶりよ。でもすれ違いで見るんだけど、ね、3年か4年。顔変わりましたよね。え、そうです。僕もそう変わったかもしれないけど、みんな若返ってます。見えるものが違うでしょ、この 2、3年。あ、全然違ってきますね。そうですよね。多分一緒かもしれないけど、はい、せっかくなんでね、宇三郎さんが今感じて、それは楽しみです。調査なりのまた解釈というかですね、はい、そういうのをちょっと今回、何の調査もないんですけど。さ、そうなんだ、面白い。はい。はい、そういう中で調査はサニワというですね、そういうメッセージとかを来ている存在がどんなものかを客観的に一応検証する、能力を持ち合わせて。怖いよな、反面な。お前はただの気違いだよ。結果、いやいいけど、それはないです。今回、シャンバラっていうのを一つのテーマには、それがね、いいですか、話して。僕はね、ほら、この、今、天変地異が多いじゃないですか。はいはい、だから祈ってたんです、一人で。それで、僕に来たのは422かな。422が来たんで、4月22日が来たんで、それを祈ってたんですね。それはなんとか無事に終わったんですよ。うん、そうしたら今度528ってのが来たの。
はいはい、528に祈ってたら一人じゃ無理で、それで大平さんに電話したんですよ、うん、それで大平さんと真由美ちゃんが参加してくれて、あれ5月14日ぐらいだよね、うん、そうですね。で3日目にこれじゃ まだ足りないって言って、それで、僕がノブさんとトノカ、ノブさんで4人増えるんですよ、うん、大平さんがよあの幸太郎さんをで8人だったんですよ、はい、8がいいなと思って、うん、それでやったまた3日目だよね、まだ足りなくて、こう世界中に広めなさいみたいに言われて、はい、それであれ17日だ広めたの、21だ、21日ぐらいに発信したんです、はい、そうしたら、瞬く間にだよね、そうですね、このタイミング瞬く間に世界中で一緒に祈るようになって、1週間、ね、7時1分から12分までの11分間を21から28まで7日間だよね、それに乗って、うん、それで3日目に僕はあ湘南がブラになったと思ったの勝手に、はいはい、そうしたらね、とうとうですってのが来たんだよ、とうですって言ったの最初、とうだよね、とうですってのが来て、もう全部覚えてなかったらごめんね、誰あんたって、俺アヌビスかと思ったの最初、はいはい、それがアヌビスって猫かでいいの動物、猫かでいいんだよね、はい、君鳥かじゃんって言ったんで俺、僕が思ったから、でもその実は鳥かですみたいに言って、実は私はサルタヒコと同じで次元の案内人ですって言うんです、はい、その辺によく言うことないですかいやいやいや、それやっぱり来たのはトートトートですね、えトートって誰よ、いいのスズメみたいな頭をしている鳥ですよ、はい、うん、スズメみたいな顔してる、いやそれが違うの、最初はそうだったんだけどだんだん変化して、ええ、いいのかな、いいじゃないですか、怪しくない、いや変化して、クズ竜、いや頭8つなんですよ、あ頭8つで要するに9つじゃない、9つじゃない、9つなの、うん、それで大和のオロチでしょ、不死鳥みたいになったんですよ、はいはい、大和のオロチって9つですか、大和のオロチって要は股が8つあるから、それで大和なの、うん、そう、それで頭の数で言うと9つだからクズ竜なんです、9なの、もう一人いるじゃん、じゃああなたですか、ああそう、変わったっていうか変化したんですね、ええ、それ言えないからこんなこと、それで不死鳥、もし変化するとしたら変化する先っていうのは2つなんですよ、はい、ヤタガラスか、あの金華鳥です、金華鳥って何、黄金の鶏、あ、シワユツ、だからそれって不死鳥みたいな人でしょ、そうそうそう、いや頭こうのつあっていいんですか、頭がこうのつあっていいんです、あの不死鳥っていうのは不死鳥だとまずいんですよ、分かんないそれは鳥かだったから、うん、だから不死鳥として頭がこうのつはまずいんです、あ竜としては、あ竜系の金華鳥っていうことであれば頭をそんなの分かりませんよ私でもとりあえず頭こうのつあって、はい、その不死鳥みたいに何色でいいんだろう、でも色頭はクジャクみたいな頭してるわけですけど、そんなに詳しく見えませんでした、うん、うん、まあでもそのとうとうがやってきた、とうとうがやってきて私は次元の案内人ですとおっしゃるんですよ、はい、サルタヒコもそうらしくて、はい、天から来たんでしょあの人、ええ、それでやっぱり次元を案内してて、本当はね今のこの世は5次元になってるはずなのに、うん、人間の悪想念がこうさせてるみたいに、うん、悪想念って言っていいのかな、そういうその歴史が、うん、そうさせてて、うん、これを5次元にしなければ地球は持たないみたいなメッセージだったんですよ、うん、はいはい、まあ大きく人も変わらないとこの先の、いや気づけばいいの、うん、だから人間が5次元、 5次元っていいから、まあ何をして5次元っていうのかっていうのはいろいろあると思うんだけど、はい、僕なりにその定義があってね、その六感、第六感も見えない能力じゃないですか、六、はい、感以上の感覚でいいの、見えない能力ですよね、その開花が5次元人間だっていうことを言うわけですよ、はい、っていうのは僕その91年さっき話した91年に、はい、その5次元人間になったみたいな気を3週間特に3週間したんでね、はい、うん、みんながそうなればいいと思ったの、うん、とりあえず時間軸を入れちゃうと分かりづらくなっちゃうんで、時間軸を除いて説明すると、うん、この世界がもう3次元なんですよ今でしょ、今現在が、
これ時間軸を入れると4次元なんですね。あ、時間軸で4次元なの。そう、時間軸を入れないと、例えば物が賞味期限があったりなんか、はい、あと劣化とかっていうのを時間軸でもたらされるじゃないですか。え、質問していい、うん、時間軸ってどっから来たの。時間軸、これ時間軸を入れたのどの存在は、まあ、もうこのだってなくてもいいわけじゃん、これ。いや、なかったら、うん、物の劣化とかそういう進歩がなくなっちゃうんですよ。時じゃダメですか。いや、時間の方がいいの。時間じゃないと流れなくなっちゃうんです。あ、で俺ね、うん、いいって、はい、時間は流れるけど時は刻むって言われたんです。そうそうそう、そうなんですか、うん、だからね、時は過去から未来に行くんですよ、うん、はい。で、時間は未来から過去に流れるんです。未来から過去なの。そう、未来があるの、時間に。だからその人が持ってる遥か遠くの未来から逆に時間は流れてくるんで。ちょっと待って、未来って存在しないでしょ。します。それは分かんないんだよ俺。あの、例えば、うん、昨日の自分が今日のことを想像できるかってことね。ん、昨日の自分が今日の今のこの状態を想像できるかどうか。それはだってそれで確実な想像はできるけど現実じゃないですよね、うん、ところが今は現実になってるじゃないですか、はい、そのようにでも今日今が存在するけど昨日の自分も存在しましたよね、はい、っていうことは昨日から今日を見たときに昨日の自分は確信は持ってないけども存在していることだけは確かになるじゃないですか、はい、でもさ、それでも今日の自分が存在します。でも昨日が想像した自分と違う場合もあるでしょ。ないです。ないんだ。これがパラレルワールドってことになっていっちゃうんで、その違う存在を分かんないし信じないんですね。パラレルワールドっていうのは、うん、一つの表層みたいな面で1面2面3面とこういうふうに層が何層にもなってるんですよ。で、この層の間がわずかな間隔なんです。で、風が通るとピラピラピラって言って上と下がくっついちゃうんですよ、はい、くっつくとこの同じ3次元でも別次元とくっついて、そうすると自分っていうものがこのそれぞれのところにいるんだけども、これは一つに融合するんです。あ、それでパラレルワールドなんだ。そう、それでこの時に一番あれなのは病気とかそういうものをやり取りしちゃうんですよ。これが風だから、あの上下がピラピラしてくっつくでしょ、はいはい、くっついた瞬間に一人のそれぞれにいた人間が同じ人間だから一つになりますよね、うん、で、ここで体調だの病気だのいろんなもののやり取りをして、はいはい、ポンって外れた瞬間にそれぞれのその時の受け持ちで持って分かれちゃうんです。だから病気の自分もいれば健康な自分もいろんな、そうそう、多次元に存在するってこと。そうそうそう、この時間軸でも多次元に存在する。信じないけど俺、それがね、あ、そう、情報の交換がたまに起こるかもしれないという、うん、そうそうそう。それと、もう一つ5次元っていうのがどういうものかっていうと、うんうん、3次元がこういうふうに何層にもなってるに対して、はい、直角にそれを切る、切る、うん、空間が存在しちゃうんですよ。5次元は、あの5次元っていうか、そういうふうに存在するっていう。存在でいいんですか。存在です。で、この存在することによって実はクロスの次元が生まれてくるんですね、はい、で、このクロスの中のこのクロスした場所が3次元なんですよ。え、クロスの場所が3次元で、5次元はどこに行ったの。5次元はこのクロスしたところ離れてたこっち側がそれぞれ十文字になりますよね。これが5次元世界なんです。なるほど、分かりました。だから、うん、3次元にしかとどまれない人っていうのは要はそこから動くことができないんです。その中で固定しちゃうんです、はい、ところが5次元に行ける人っていうのは知らず知らずのうちに5次元に行ったり3次元に戻ったりしてるんです。そういう動きができる世界が本当は生まれてなくちゃいけないんですよ、ね、今。そうですよね、それは僕はね、その人間能力に共通するものがあって、その今の第六感とか言われてるけれども、はい、もう他の感覚がたくさんありますよね、それは今それぞれあっていいはずなんです、うん、それでね、もう一つ困ったことにあるのは、こう交際したこの5次元とこっちの5次元、こっちとこっち、はい、はい、上下でクロスしてますよね、うんうん、で、それぞれ次元が5次元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 なんだけど、はいはい、この5次元同士がつながっちゃうんですよ。輪を作るんです、はい、で、この輪を作って5次元から離れたこの輪の部分が9次元なんですよ。
5から9に行くの？7はないです。ないの？あのそれは飛び越え7っていう次元もあるんだけど、理論的にはこの5次元からそれがつながっていける次元っていうのが、ちょっと待って、そしたらこの地球今3次元じゃないですか、はい、これ5次元になるとしますよね、はい、そしたら今度は9ですか？9です。ああ、僕は5から7になると言われてて、それは分離の世界になっちゃうんです。ああ、なるほどね。 今と一緒ですね。じゃあそうです、うん、だから分離をしていけば7になれるんだけど、通常から言って5次元に常時いられるようになっていくと、その上で目指す世界が9になっちゃう。これが F 理論っていう理論なんです。何理論？ F 理論。 F ですか、一番最初が、ひも理論っていう。あ、ひもから始まる。あの素粒子、はい、量子力学の法則の中でも、要は全てのこの世界の物質を構成するのは8つのエネルギー。8つ、うん、これ人間の始まりと同じように8つにしかならないんですよ、うん、でこの8つのエネルギーっていうものを解き明かしていったのがひも理論です、はい、でこれ振動している周波数を持ってるから8つなんだけど、振動を止めてしまう、周波数を消してしまうと1個になっちゃうんです、うん、1個のエネルギー、はい、分かります。これを M 理論って言うんです。 M ですか？ M です、はい、でこの M 理論が時空を超えて交際したりして新しいエネルギーを生み出すっていう、うん、さっき言った3次元と5次元がくっついた世界っていうものを表していくのが F 理論っていう。 F が9次元なんだね、はい、5次元と9次元に、5次元と9次元が両方で 共有してるんだ。共有でいいの？そうです。そういうふうに変わっていくのが F 理論っていうんで、これもそしたら今5次元がうちらがさ、あの実践すると今度は9次元になるってことですか？そうです。ああ、そうなんだね。ただしこれが他のパラレルワールドに接触するようになっていって、このクロスしたこことここがぶつからずに、この次元とこの次元、上下の次元がありますよね、はい、あのパラレルワールドの、はい、この次元がくっついて一つになっていくと7次元なんです。ちょっと待って、それって問題にならないの？この3次元にができたような問題にならないの？それなります。なりますでしょ。同じ問題起きるよね。だからそれを起こさないためには9次元に飛んじゃった方がいい、うん、ああそういうことか。ただし、分かりました？いや、多分もうこういう話してるの？いや、してますけど、まあ、一部は聞いてますけれども、まあ難しいですね。その次元音の案内するのが今なんだね。だからそうです。それをするのがサルタヒコで、はい、それを導くのが実はサルタヒコじゃなくてサルメって言われてる天のうずめだって言うんですよ。だから4人で来たのそれだったんじゃないかじゃ、この間この間この間